はい、こんにちは。今日はね、TicWatch Pro に、ボイスレコーダーを入れてみました。アプリですね、簡単ボイスレコーダーアプリを入れてみました。どういった風にね、録音できるのかといったものを検証していきたいと思います。会議にもいいし、普段撮りまたはボイスメモとしても使える高品質な音で撮れます。それをね、実践でやっていきたいと思います。今日はね、この TicWatch Pro スマートウォッチ Android Wear OS を使ってやっていきたいと思います。まずね、こちら簡単ボイスというアプリを入れてもらいますね。簡単ボイスというアプリを入れて、先に立ち上げますね。でこんな感じで出てきます。後で詳しいことはご説明します。それと時計の方を上のボタンでクリックして出てきました。これでちょっと録音してみますね。開始準備ができましたということで、はい、これで、秒数が出てますね。はい、僕の今の会話が出てますんで、後でお聞かせします。こういった感じでね、こちらの説明をしているところを録音したいと思います。こういったわけでね、こちら見えにくいと思いますけど、ボイスメモアプリですね。こんな感じで、マイ録音 3MP4 と出てます。このファイル、この拡張子も選ぶことができますね。MP4 にしてますが、いろいろ2種類かな ?2 種類どちらか選ぶことができます。それは設定からできますね。で、残り時間の方がここに、録音できる時間の残りが338時間とここに出ます。で、ここで、携帯側で録音するときはこれを押せば、携帯のマイクから録音されます。で、上が、ボイスレコーダー、こちらがプレイヤーですね。聞くときはプレイヤーに切り替えるといったところです。各種設定は右角です。プロにアップグレードしてもいいんですけど、一応これ無料版でプロにはアップデートしていません。プロにアップデートしないと、上に広告が出るといった感じです。機能もちょっと制限されますね。で、設定で、こういった設定が出てきますね。ちょっと反射しますけど、プロにアップグレードしたい場合はこのハートマークのところをタッチです。で、マイクのプリセットがボイスメモとなってますんで、これでボイスメモなのか会議講義なのか、音楽&ライブサウンドなのかを切り替えてプリセットできます。一応ボイスメモに今しております。で、音質がここで、ファイルサイズ高にして、一応音質がいいファイルサイズに大きめにしております。中で十分ですけどね。で、ここでこう音質を選ぶことができます。ここでチューニングですね。メインマイクは何なのか。メインマイク。メインマイク、リアマイク。これもマイクを選ぶことができます。メインマイクにしております。で、サンプルレート。音源の、品質の度合いですね。どういった品質にしたいのか、8キロ、11キロ、上に行くほど高音質になります。上から2番目の CD 音質にしております。あまり高いとね、それだけ食いますので、2番目ぐらいの CD 音源の音質にしております。で、エンコードでこういうふうに PCM も選ぶことができます。PCM。これも真ん中の MP4、AAC、MP4 に、しておりますね。一番小さいファイルサイズはこれになります。真ん中が一番いいと思いますね。で、こちらがファイルの拡張子となります。 MP4 にしております。あと M4A がありますね。あとフィルターですね。デフォルトでノイズサプレッサーを入れるのか入れないのかというのと、エコーキャンセラーをオンにするのかオフにするのかといった、無料版でもこれだけのことができるといったものです。これは非常におすすめですね。スマートウォッチ使ってね、会議の時に、簡単に録音できますので、余分なボイスレコーダーなんか購入する必要はない。それと人に分かられずにね、密かに撮れるといったのもいいですよね。そういったわけでね、簡単にねボイスメモができて保存できて聞くことができるボイスメモのアプリを今ご紹介しております。こういった感じでね、録音されたと思いますので、ちょっと見ます。これで、今3分53秒撮りましたんで、ここで停止ですね。
で一時停止中になってますので、これでもう一度録音したいときはもう一度押せばそこからまた取れます。で、ここで保存したいときはこのチェックマークを保存ですね。削除止めたいときはもう保存したくないときは×です。でここで、はい、保存完了と出ました。開始準備ができましたということで、もう一度別のファイルで連続で、この時間残り時間がある限り、録音することができるといった優れものです。そのアプリどういったアプリかと言いますと、はい、こっちに入っている簡単ボイスレコーダーですね。上から2番目マップの下、簡単ボイスレコーダー、これを入れてもらうということですね。これをタップすればこれが出てくるといったものです。はい、そういったわけでね、こちらスマホ側にも同じものを入れると、ボイス、簡単ボイス、これ出てきますのでね、検索すれば簡単ボイスですねというアプリを入れてもらえば、このスマートウォッチと連動できます。 Wear OS のみですね。はい、全てのAndroid ウォッチと言いましょうかね、は全て対応しておりますので、ぜひこちら簡単ボイスアプリ入れてみてはいかがでしょうか。では 聞いてみますよ。終わりそうでしたけど終わらず、この簡単ボイスメモ、先ほど僕が喋ったこの録音を聞いてみたいと思います。でこれでプレイヤーですね。でこれ2つ入ってます。これ実験的にやったものからまず聞かせますね。はい、こんにちは。今日はボイスレコーダーの特集をやりたいと思います。今ね、ボイスレコーダーで時計からのマイクロフォンでスマホの方に録音をしております。その今録音の様子を今後で聞かせますので、ぜひ聞いてみてください。はい、こういったわけでね、他の よそのねテレビの音まで入ってますね。で先ほどのも聞かせたいと思います。音質も聞いておいてください。はい、こんにちは。今日はね、ボイスレコーダーの録音実験をしております。音質はどうでしょうか。そういったわけでね、YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、もう一つ長い方ですね。はい、こんにちは。今日はボイスレコーダーの特集をやりたいと思います。今ね、ボイスレコーダーで時計からのマイクロフォンでスマホの方に録音をしております。その今録音の様子を今後で聞かせますので、ぜひ聞いてみてください。はい、こういったわけで、こういうふうにファイルがね、時間と日にち、日にちと時間ですねが入って、サイズが入って、ずっと保存されます。連続でね止めたところでもう一度するとまたファイルができますので、非常に便利です。非常なね高音質で入ります。またね、先ほど言ったように広告が入れないタイプはプレミアムバージョンを入れられると、有料版を入れると広告が出なくなります。広告が入ってても十分なんでね、無料でこれは使える機能ですね。ぜひ TicWatch Pro とか、スマホ、 Android スマホ、 Android 用のスマホじゃない、 Android 用のスマートウォッチを持ってる方はぜひ入れてみてください。はい、そういったわけで Android 用のスマートウォッチ用のボイスメモのご紹介でした。ではまたです。ちょっと間違えました。ごめんなさい。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。